ちょっと情緒不安定から。天山ひろよしです。小原さん。はい。いい T シャツ着てますね。これがリニューアル岡田 T シャツですね。え、俺の。いや、ちょっとサイズがなかった。これ後ろにこのシュートのベルトあるの分かります？分かる。リバーサルのロゴの中に私の命より大事なシュートの世界のベルトをデザインしてくださったニュー岡田 T シャツ、鶴谷ひろしエンターテインメントシューターっていうですね。雑誌27はこの T シャツを初めて作ってもらった時にが27歳で、その時が初めてシュートのタイトルマッチに挑戦した時で、まあ、結果惨敗して失神して病院に救急搬送されて、その場で引退してくださいって言われて三段の目に当たって、そこから病気になったし、で、まあ、徳川家康がね、若い時に戦争で負けて敗北して、こう敗走する時にもう怖くて命からがら逃げて必死すぎて、まあ、ちょっと脱粉してしまったんですよ。で、情けないで、ね、戦いに負けて、ね、命からがら逃げて、しかもうんこ漏らしたみたいな、そんな情けない最悪の自分の姿を絵師に描かした。おー、でずーっと自分の部屋にその姿の自分を飾っといた。で、あの時の屈辱悔しさだったり、あの時負けたことは忘れないって言って、結局手だったでしょ。まあまあそこまで言ってないけど、そんな意味も込めて、この27っていうのはね、ちょっと俺の挫折の年なんで、これを渋い、そうそう、ね、忘れずに試合に臨みたいなっていうことで、いつもずっと27番入れてくださいましたね、ほんと。ゴーストライトアヘッド。で、ゴーストライトアヘッドね。それといい。これはね、出来すぎくん T シャツをね、うん、昔デザインしてもらった、覚えてます？覚えてる。出来すぎ。白いやつね。そうそうそう。その時はまだチャンピオンじゃなくて、でも、こう、とにかく俺はずっとシュートのチャンピオンになりたかったんで、もうチャンピオンベルトに向かってまっすぐ進めっていうメッセージを、まあリバーサルの人たちがくれて、まあなんか今までの岡田亮 T シャツリバーサルが結構いくつか出てて、それの全部をここに集約してくれる。後ろもね、そうなんだけど金網になってるでしょ、うん、リバーサルなってる。それもいろんな今までの T シャツのデザイン全部総合して、はい、T シャツも総決算、俺の格闘会キャリアも総決算でトーナメントに挑みましょうっていうような意味合いのことです。なるほど。おっす、今それでね、トーナメントって出ましたけど、はい、今ちょうど収録してるのが、はい、ちょうど2週間前ですね。そうですね、公開練習見て、はい、でも絶好調だなと。でしょ。いや、俺は一人で、はい、外で見てたんだけど、はい、ちゃんと一人見上げてましたから、大丈夫かこいつらと。あの公開練習と今日のオープニングつながってることは気づいてました。え、嘘。そう、あの伏線回収してる。そう、プロレスの逆水平チョップをずっとここに練習してたの。これやればよかったなと。ただ情緒不安定だと。で、まああの公開練習なんだけど、ちょっと失敗したなと思うところ1点だけあって。質疑応答は見ました、うん、見てないですか。いや。で、一番最初の質問が権格の松山さんが、うん、東京ドームってどんなイメージですかって。ああ。で、おぎょうさんが、バンダ練習場対吉田秀彦ですねって先に答えた、うん。で、俺は、ね、そこ失敗したな、俺読売巨人ジャイアンツですねって言っちゃったので、俺それすげえ失敗したなと思って。なんであのプロレスの、なんか見てくれてる人は分かると思うんだけど、武藤刑事ムーブが多かったじゃん。うん、そうね。そう。いや、東京ドームといえばよ、ね、雷神高田キャプテン VS 武藤敬司。ああ、やったんだ。 それ言いたかったね。そう、いや、だから、まあ、武藤敬司をやったっていうのもある。実はそこに気づいてコメントしてくれてる人はいなかった、うん、で、まあ、武藤敬司ね。高野青い子あ、お前だ武藤敬司好きなのバンダイサンクっていうね、背景があって、まあ、そこちょっと1個しくった。公開練習の。らしくないね。そう、公開練習で、ああ、しくったなって思うところの一つはそこっすね。高田キャプテン対武藤敬司って言えば分かって、だから俺プロレスで武藤敬司ムーブたくさんやったの。お前だ？お前出てこいや。いや、でもね、すごいね。はい、
見てて飽きない公開練習。まあ、公開練習って難しいよね。だからね、そんなに手の内を見せるわけにもいかないし、そんな手抜いて普通にやってても見てるファンの方たちは全然面白くないじゃないですか。だから難しいところで、まあ行き着いた俺と荻窪さんの答えがあれです。まあでも良かったでしょ、なかなか。そうそうそう、あの全然ね、10分しか打ち合わせしてないって言われたのに。そうそうそう、意外と頑張って。で結構でも僕はずっと岡田チャンネル見てる人分かると思うんですけど、プロレス好きなんですよ。でもしあの公開練習を見てくださったプロレスラーの方、プロレスを教わってみたっていう動画どうしてもやりたいんで、ね、あのぜひお願いします。武藤敬司さんに会いたいな。俺会ったことあるよ。え、そう、あ、そうだそうだそうだ。最近も長州力チャンネルでね、ずっと見てるけど、長州力チャンネル見てんの？見てる。またぐわよ。おい、またぐわ。そう、面白いんだよね、本当ね。長州力面白いよね。まあ、でも、ね、公開練習でみんなね、絶妙のね、味を出して、ほら、ドミネートさんとかも。まあ、そうだね。面白かったし。面白かったね。そこはエンターテインメント性が多少あった方が俺面白いと思ってたんで、すごい。俺はすごい満足げに見てたし、もっと批判されるかなと思ったんですけど、ね、みんなコメントもね、意外と温かかったっす。良心的だったし、本当ありがとうございます。すみません、記者の人たちと来人の人たちがちょっとこう苦笑いしてた感じだったね。あの、かわいいだよね。でも、つやさんには、いや結構滑るから、はい、だけどこれ一番やっちゃいけないのは、お前らがヘラヘラニヤニヤしながらやることだよ。やりきれ、徹し切れるもの、それは弱気もやるなら徹しろよって言われてたんですよ。だから本当良かったです。岡田さんね、先日、ライコンの71だっけな、はい、公開されて、はい、岡田ママ出てきましたね。なんかみんなね、ママと結婚する人募集したら、なんか立候補しますみたいなのあったけど、ね、どうでした、ライコン。いや、でも、まあ、やっぱあれ放送されてから、うん、あの岡田選手のお母様との再婚、条件だったり、候補だったり、あの具体的なご希望みたいなのってどうやったら伺えるんですかみたいなメッセージが来ましたけど、ね、おい、守備範囲広すぎだな。ママいくつだっけ。ママは50いくつですね。若々しいよね、ママね。本当？俺一方的に見られたことしかないから、ママにね。ママにご挨拶したことないから、まあまあまあ、そうですね。いつも会場で、あの、トノさ、バッグ壊れてるって教えてあげないみたいな感じで、のは本谷選手とあれで終わりじゃないの？終わりでしょ。そう。俺のバーターだ。それで試合前のそのさ、トラッシュトークというか絡みで、あのね、俺ちょっと気になったのが、あの元鎌倉元谷さんがツイッターで火を吐いたの見ました。うん、見た見た、流れてきたね。岡田を倒すってね。いや、あの元谷選手ってあんまりそういうイメージなくない？うん、ない。あんまり言わないし、寡黙に。淡々とやって淡々と相手を倒す、あの元チンが、どっち、ああ、岡田を倒すっていう強いワードを吐いてくれたんですよ。いや、もうね、俺はね、すごいね、嬉しかった。あの呪術廻戦の7巻でね、伏黒めぐみがね、うん、あの特級呪物と戦って、いや、ちょっと勝てなそうだなと思って古部ゆらゆらの奥の手を出そうとしたんだけど、やっぱやめて、うん、ちゃんと実力でね、領域展開して特級呪物を退けたんですよ。その時にそれを見せた両面宿儺が、いい、それでいいって言ったんですよ。誰が喜ぶんだこれ。で、俺はこの元谷選手が岡田を倒すっていう強いワードを吐いて SNS で発信した時に、いい、それでいいって思ったね、俺は。なるほどね。うん、いいよ。本当に、ね、上げていい。はい、ありがとうございます。もうちょっとあの編集の字幕でなんとかフォローしますんで。あのそこの場面のもうさっき写真撮ってきたんで。でも本当東京ドーム大会を皮切りにってわけじゃないですけど、フジテレビで放送されるし ね、なんか天心くんもツイッターで言ってましたけど、うん、ライジンブーム来てるねっていう、僕もそれすごい感じます。なんかライジンブーム来てる、うんうん、いやだってね、あの芸能人のさ、ね、中川しょこたん、おお、おぎチャンネルシェアしてました。しかもサブチャンネル見やすさ、はいはいはい、はい、我らがね、すごいよね、すごくない？確かにしょこたん最近すごい、めちゃめちゃ格闘技のツイートするよね。うん、いやもうこれ本当にね、このね、
便乗させてもらうけど、あの中川翔子さん、岡田チャンネルのシェアお願いします。きちんとね。もしね、見てくださったら。あと、岡田さん、6月1日に、東京ホームのスイカガーダの記者会見あるんですけど、なんか、こんなね、直前で13でしょ、うん、あと、1週間もないタイミングでスイカガーダ発表だって言うんですけど、うん、なんかそのカードの情報とか持ってたりするんですか？いや、全然全くないね。本当にわかんない。なんか、ね、いろいろ噂されてますけど、うん、せっかくだから軽く予想してみます。天津から出るでしょ。まあ、フジテレビ放送8時から10時、2時間でしょ、うん、まあ、天心くんは間違いなく出るし、まあ、斉藤さんも出るでしょ、うん、まあ、加藤選手も出るじゃないですか。まあ、あとは柴田堀内選手は出ないでしょ。出なさそうだね。まあ、そうだね。あと、フダリオ選手か。出る？もう出んじゃないの？フダリオ選手出るでしょ。まあ、でっかい、やっぱ、今のところの5カードってさ、だってバンタム、フェザーでしょ、うん、まあ、ライジンでやっぱ、ね、いろいろこう、バラエティーなの、こう、幕の内弁当、ね、みたいな大会を絶対やるじゃないですか。うん、まあ、ヘビー級も必ず入れるし、まあ、大きい大会、東京ドーム大会ならではの、まあ、メインウェザーじゃないけどね。うん、まあ、前回の大晦日の柴田対広谷じゃないけどね、そういう、なんつうんだろうな、ちょっとバラエティーショットみたいなカードも入れてくるだろうし、まあ、多分、まあ、いろんなカードが出てくるんじゃないですか。で、まあ、そのカードを予想してみて、導き出る答えは、多分、放送に乗らないし、ね、その面だったら分かんないよ。その面だったら乗らないで。分かんない。ピューまあそんなこんなで、まあ、2週間後に、まあ、東京ドームで、まあ、東京ドーム大会のイメージといえば、でも本当は俺 1.4 東京ドーム本当に中学校から見てたので、その中学校から格闘技団にプロレスを見に来たら、あの東京ドームでまさか自分が試合するなんて思ってなかったんで、うん、まあ、去年はさ、いろいろ夢破れてさ、UFC に振られてさ、ね、この YouTube でもさ、流れたけどさ、悔しくて泣いてたわけじゃん、うん、だけど、まあ、あの時はあの時で夢破れて辛くて悔しいものをしたかもしれないけど、ライジンが初めてやる東京ドーム大会にさ、ポンって初登場でさ、出れる俺持ってるよ。持ってるね。持ってるとしか言えないよね。で、フジテレビで放送しない大会もあるわけよ。でも今回放送は一応あるわけで、乗るかどうかわかんないけど。だからまあ、ほんと人間万事左右がうまいですよね。だからあの時は悔しくて、まあ絶望に打ちひしがれた時もあったけど、まあ結果としてこういうこともあるし。まあ、本当人の運命っていうのはね、一概には分かんないですね。と、うん、いうことで、まあ、天山広之介にね、まあ、猛牛のように、モンゴリアンチョップで、元や勇気を攻め立てる岡田亮の姿が、フジテレビで放送されることによって。モンゴリアンチョップで何ですか？天山広之のもう、俺は得意技に。会場中がシーッて言い始める。天山がモンゴリアンチョップすると会場中みんなでシーッて言うの、本当にそれがもう大好きだよ。ということで皆さん、次の動画でお会いしましょう。次はもう試合後かな。試合後だね。試合後ライブしましょうね。やろうか。はい、勝ってライブしたいですね、うん、負けたらやりません。じゃあね、天山ひろしでした。さっきさ、しょこたん、中川翔子さんの話触れてたけどさ、俺ら世代はもうしょこたんなんて言ったらちゃんとしたもうまっすぐなアイドルで、俺ら世代にはすごいさ人気のあったアイドルなんだけど、あれ岡田亮ってタイプ違くない？いや、でもこれほら最近ほら中川翔子さん格闘技好きだから、もしかしたらこれ見てくれてるかもしれないよ。
見てくれてるかもしんないから、うん、俺はもう口が裂けても江川さんちゃんの方が好きとは言えない